따지네.
やあ、オネット。久しぶり。悪いな。仕事が忙しくて、なかなか会いに来られなくて。国一番ってのも大変だ。客がひっきりなしに来て、休んでる暇がない。あいつらは真面目に頑張ってるよ。お前との約束を守るんだって。みんなのための錬金術師。あいつらなら、きっと。無事、国一番のアトリエになるという夢を叶えたリディとスール。国でも一番の人気となった彼女たちのアトリエには、毎日たくさんの客が訪れます。忙しい日々を送りながらも、彼女たちは精一杯仕事に励むのでした。自分たちの錬金術でみんなを幸せにしてみせる。消えてしまった母親との約束を胸に秘めながら。スーちゃん、追加注文。レール200個、明日まで。ああ、そんなの二人で間に合うはずないじゃん。お父さんは？それがだいぶ前から見当たらなくて。もしかしてまた逃げた？間違いないよ、あのバカ親父。うん、文句言ってても仕方ない。リディ、半分お願い。私も今のが終わり次第取り掛かるから。任せて。さて、早速作るとしますか。うん、じゃあ頑張るための合言葉、いっせーのせーで、みんなを幸せにするために。リディ&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師